めちゃめちゃ覚えてます。覚えてなかったですよね。いや覚え、今も覚えてないです、ね。それ見て思い出しました。でもなんか言いますよね。こう僕結構顔覚えられるタイプなんです。覚えられへんタイプ。まあ編集してるの僕なんで、めっちゃ見てはいます。めっちゃ見てはいます。やのに。いや実物が綺麗すぎたから。まあ許そう。まあ許そう。新しくはい。また奇跡です。いやなんか俺怖いねんけど。怖いのよ。一度お会いしてるお二人ですよね。はい。皆さん覚えてらっしゃいますかこの二人。新しくファンならこの二人どの動画の二人でしょう。シンキングタイム。恥ずかしい。ちなみに僕は最初分かんなかった。ちなみに僕はすぐ分かりました。新しくが声かけたんですよね。そう。で声かけてですぐあの二人があって言ってくれてで僕もあれってなって。で、あ、この時のこの人やってなって、ただその時はマスクされてたんですけど、でも全然マスクしててもしてなくてもすぐ分かったんで。さすが。どの動画か出してもらっていいですか。覚えてらっしゃい。まあ、ここです。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 編集で出す。じゃあ皆さん手を借りていいですか。え、なんで。じゃあ皆さん手を借りていいですか。みゆさん、はい、はい、えちなみになんか反響とかありました。いや、あ、でも友達に聞かれました、ね、はい、あ、なるほど、出てる出てる出てたみたいに言われて、それはまあ友達出てたらねびっくりすると思う。なんか言われましたね、や演技してるやろって。あ、でもほんまなんみたいな言われて、はい、ほんまって言ってちょっと言ってきました。ありがとうございます。やったじゃないだろ。やせではないから。今日何されてたんですか。花火ね、はいはい、あ、確かに一番咲いてる下で。ほんまや、ほんまや、やったのいつですか。1年ぐらい前ですか。1年ぐらいです。ナンバで、ナンバで、そうですよ、あの時ナンバでは何されてたんですか。飲んでました。今日も飲んでました。よかった、ちょっと出来上がってるぐらいがね。飲んでる時しか終わりない。でお姉さん今日初めましてですね。初めまして。はい、マジックさん、兄さんはお友達で、はい、友達で、はい、マジックはご覧になったことありますか。あ、ないです。じゃあちょっと早速ですけど、すげえ、はい、トランプを使うんですよ、はい、一応見ていただいて、はい、おお、トランプです。前見ていただいた時よりトランプもバージョンアップしてると思うんですよ。そうなんです。ちょっと見てもらうと使ってるかっこいい。そうなんです。すげえ。そう、ちょっとフリーメイソンっぽくね、フリーメイソンっぽい、ブレインダイブ特製トランプ。おー、ブレインダイブだ。ありがとうございます。じゃあお姉さんにまずちょっとトランプ、はい、マジックを体験してもらおうと思うんですけど、はい、うわ、初めて。カードマークと数字を一つ頭で思い浮かべてもらって、はい、なんかこれっていうのを一つ、なんとかの何みたいな思い浮かべてもらえますか。よく女性ハートのエースを思い浮かべるので、はい、ハートのエース以外で、以外でなんか一つ言ってください。何でもいいです。スペードのキング。スペードのキング、いいカードですね。王様。結構、いや結構男性が選ばれること多いんです。あれ、じゃあ自分で動体視力結構いい方ですか。いや、あんまり、まあ、でしかも今お酒入ってますもんね、はい、でこうパラパラって僕は弾いていくんで、はい、こうここっていうところを狙い定めてカードを差し込んでほしいんです、はい。じゃあ真ん中にこの辺来てもらって、右利きですよね。持ってでこうやるんで、はい、そうです。持っといてくださいカード。これの上か下かどっちにします。下ね。お姉さん自由に決めたカード何でしたか。スペードのキング。スペードのキング、これスペードのキングやった不思議じゃない、はい、ですよね、はい、自由に決めましたね。じゃあちなみにこれがスペードのキングやったらどれぐらいびっくりします。めっちゃびっくりします。めっちゃびっくりします、はい、じゃあこうしましょう。このカードより例えばお姉さんが持ってるカードがスペードのキングに変わってたらどれぐらいびっくりします。120%。 開けてもらって、開けてもらって、すごい。え、なんで怖っ。いつの間に
なんで？すごい。持ってましたちゃんと。すごい。え？どういうこと？ハートのやつやった。ですよね。はい。お姉さんが差し込んだ時にスペードのキングに変わってるんです。やばすごい。もう一回やりたい。そう言いますよね、みんなね。えすげえ。結構でもみんなそう言います。すごい。初めてトランプ生で見ました。あマジックをね。はい、あトランプじゃないマジックを、まあ、マジックをね。じゃあすごい久しぶりに、じゃあいいですか、1枚適当にタッチしてもらうと、これっていうのどういう、はい、じゃあ3人で見て覚えてもらっていいですか。はい、で僕がテクニックで当てるといけないので好きなとこ戻してもらって、でよく混ぜてください。混ぜました。はい、 OK ですね。じゃあ選んだカードを強くイメージしてほしいんですけど、ここって外なんで、今僕設定で Wi-Fi 開いたんですけど、うん、Wi-Fi があんまないんですよ、うん、普通ビルとか行くと、うん、屋内だとめっちゃ出てくるんですけど、うん、ここに向かってマークと数字を Wi-Fi に向かって強くイメージしてほしいんです。ここに向かって強くイメージ、もうちょっと近く、あ、いい感じ、強くイメージ、あ、これも変わりました。怖い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 。今ちなみに携帯持ってます。はい、僕の携帯なんで怪しいじゃないですか。 Wi-Fi ですか。はい、Wi-Fi のとこ開いてる。カメラ一応見せてもらう。すごい、え、やばどういうこと？怖っ。めっちゃあるパ、はい、もう逆に名前覚えちゃった。ありがとうございます。はい、さらっと今言ったけど、さらっと、はい、すごっ、そうやば、怖い。取られるからやめて。携帯もう一回借りて、カメラ機能って借りていいですか。はい、でじゃあみえさん、僕のパスケースこっちに向けてもらって、こんな感じ、はい、まだ何も入ってないんですけど、うん、こう持ってもらって、カメラ借りていいですか。はい、じゃあ、これかな。 OK、 じゃあ写真撮るんで3人でいきますよ。はい、チーズ。オッケー、取れましたね。じゃあこれ一旦置いといてもらって、これ閉じますね。で、何をするかというと、さっき選んでもらったカード、何でしたっけ？スペードの8。あ、スペードの8。ダイヤの8。ダイヤの8。ダイヤです。はい、これ。じゃあ、ダイヤの8を、ちょっとよく見ておいてください。パスケース持ってきてください。いけます。今感じましたね。ちょっと感じました。このこれダイヤの8じゃなくなってる。で実はこの中にもうなくなってる。ハートの8はありますけど、ダイヤの8なくなってるんです。怖い怖い怖い。で、どこに行ったかっていうと、開けてもらって、あれ？ちょっと入ってないです。パスケースに行くんですけど、ここのパスケースじゃなくて、さっき写真撮ったじゃないですか。一応確認してもらっていいですか。怖い。飛んでいってます。え？なんで？怖い。え？入ってる。どういうこと？さっき撮った時は入ってなかったと思うんです
記念に。記念すぎる。記念すぎる。今日の花火の記念。どこったやんの。どこったよ。返す時もなかったもん。やば。その携帯バグった。やば。すごい。どういうこと。だって。すごい。すごい。携帯を操ってるんです。電波でさえも。そうなんです。はい。ちょっと前よりバージョンアップ。電波でさえも操ってる。すごい。すごい。初めて見ました。あ、本当ですか。はい。そういうトランプ。ああ、なるほどなるほど。マジックマジック。はいはい。二、はい、回見てどうですか。すごいです。進化してる。でも2回見てる人っていないから劇団やって思われるんですよ。危ない。ほんまにほんまにたまたまありましたもんね。ほんまに知らないです。それだけちゃんと証明してお花見だけ来ました。でも僕最近なんか2回たまたま会うってことがたまにあって、この撮影した人じゃなくて、あの街でフラッと見かけた外国の方、うん、印象に残ってて、大阪の地下鉄 でその方と僕この間仕事で横浜行ったんですけど、横浜の赤レンガ倉庫でたまたま見かけてとか、なんかあんまりこうなんでしょう、二度会うことがなさそうな人に遭遇するというのは、すごい最近思ってるんですけど、結構みんなに繋がってるんじゃないかなと思って会うのが決まってたんじゃないかなっていうのを、素敵、そうそう、縁ってほんまにあるんかなっていうのを最近感じ出してる。確かに。だって今日会わなかったらもうあれで最後だったかもしれない。そうですよね、確かに。そう、もう一緒会うことなかったかもしれない、うん、でもあれから覚えてくださってて、うん、ありがとうございます。これお渡ししましたっけ。もらってないです。あれ、新しくんっていうチャンネルでこういうカード作ってまして、あげてなかったでしたっけ。もらってないです。なんで。知らん。私忘れたの。そうなんかな。みんな撮影協力していただいた方に全員には差し上げてるんですけど。もらってないです。なるほどなるほど。それ知らんね。じゃあ、あえてよかったですね。ねえ、よかった。これもらうために。そう。確かに。いや、本当そうです。適当に最後じゃあ。まだあるんですか。どれでもいいんで指差します。これ。はいします。じゃあどうしようかな。これ。4枚ぐらいこの辺。はい。いいですか。はい。見ずに。見ずに。自分にとって関係のある4桁。なんか数字4つ言ってもらって。0525。ちょっとゼロがないんですよね。あ、じゃあ1。あ、全然全然。ゼロ、じゃあゼロ。ゼロがこれにしときましょうか。これ見やすいんで。あ、はい。はい。5250。5250。最終ね。はい。いいですか。はい。5250。50。一番上はちなみに何になってますか。数字。5。これこれ。うん。その次は。最後は。これちなみにいくつか変えてたと思うんですけど、最終言うのね。最終でもこの数字になったり。ちなみに何の数字が聞いているんですか。誕生日です。5月25日。はい。はい、え？僕初対面だから絶対知らないです、ね。はい。これがブレイン。食べた。食べた。やば。すごい。これで、はい。嬉しい。え、嬉しい。じゃあよかった。ありがとうございます。すお会いできてありがとうございます。こんな確率や。すごいすごいですね。でも僕思うんですけど。僕マジシャンなんで、こういうこう不思議を作り出す側なんですけど、なんかほんまにマジックな瞬間、種も仕掛けもない瞬間が結構マジシャンとして生きてたら歩くって、今日はでもその
その瞬間でした。まあ、4月1日です。ほんまや、なんかすごい。嘘みたいですね。嘘みたい。嘘みたい。エイプリルフール。お後がよろしい。お後がよろしいようです。ありがとうございました。ありがとうございました。本当すみません、寒い中ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい。また見といてください。はい、見といてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、嬉しい。よかった。ドレス着てくるわよかと思ったのチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。